ヤカ君本当に私のこと分かってますか？どうしたんですか急に。はあ、いやなんかね、本当に分かってくれてんのかなと思って、すっごいこっちは信頼して仕事ねいつもやってもらってますけど、はい、ありがとうございます。私のこともう理解しきってる自信ありますか？いや理解はしてますよ。じゃあ私が知ってそうな芸能人、文化人、著名人の方の名前3人出て、はい、この人の連絡先は知ってそうだなとか、ちゃんと正解できますか？まあ、普段楽屋とか、はい、まあ、移動中とか、はい、でも誰となんか最近会ってるかとか、うん、誰 の, そのライブ見に行ったとか聞くんで、はい、割と分かる気がしますよ。お、言いましたね。じゃあ今日は、デカミの持ち込み企画、デカミの連絡先知ってんのかい3択クイズに答えてもらいます。はい、行きましょう。早速行きましょう。ちょっとついてこれてない視聴者のために田中さんがきっと分かりやすい入れてくれてる、今ここに入ってます。自信ありということでね。自信あるけど全く知らない人の前だ。それとこの3人の中で私が唯一 LINE を知ってる人はどの人でしょう？じゃん。原監督くん、峰脇社長、山口メロンちゃん。うわ、まあ、説明していきますと、原監督くんさんは博報堂に勤めてらっしゃる方ですが、出役もちょこちょこされてて、渋谷のラジオとか、あと今私が MC させてもらってるブックスタンド TV の MC を一緒にやっていたりとかする方です。で、峰脇さんはタワーレコードの社長で、すごい大企業の社長なんですが、ハロープロジェクトという趣味の共通点があるので結構しょっちゅうお会いしてますね。で、山口メロンちゃんはメロンをかぶったねアイドルの子で、何度か共演経験があります。全然質問とか答えますよ。今そのツイッターかインスタ相互フォローだけど、うん、はい、LINE 知らない人ってそう結構いるじゃないですか。そう、いいとこに気づいてますね。いいとこに気づいてますよ。原さんとか LINE 交換してないと思うんだよな。どうですか。でももう結構番組始まって半年以上経ってますよ。そうですよね、はい。峰脇社長は、はい、まあ、おたともじゃないですか。おたともです。もうしょっちゅう会う。やっぱり現場で、はい、あのみんなでそのハロコン行ってみたいなことやってるから、うんうん、LINE グループあると思うんですよ。あー、なるほどね、うん、LINE グループでやり取りしてるってことは、まあ、LINE 知ってる。まあそうです。もうそうだとしたらそうですね。山口メロンちゃんはどれぐらいの付き合いですか？初めて会ったのはもうめっちゃ前、2010何年とかで、秋葉原の初戦でイベントやるっていう、なんかめっちゃ不思議なイベントがあって、里崎梨沙ちゃんとメロンちゃんと私っていうイベントで、でその時に交換して、正直知ってるだけです。ご飯とかも行けてないし、あのまだ距離は詰めれてないけど知ってはいる。え、これ僕多分簡単ですね。これ本当ですか？他の人のエピソード聞いとかなくていいですか？いや大丈夫です。え、ちょっと峰脇社長ですね。お、ファイナルアンサーですか？はい。正解は原監督です。嘘。全然分かってくれてない。全然分かってくれてないじゃん。原監督でした。逆に峰脇社長の LINE 聞いてあげてくださいよ。毎年ね、めっちゃ合ってるのに、めっちゃ合ってるからこそなんですよ。正直連絡取んなくても喋るっていう、ね、なんか連絡しなきゃいけないことあったら DM してる。それこそ DM してます、峰脇さんは。いや逆に LINE 聞いてあげてほしい。てかそのそういやしてないなって私正直今回思ったんですよ。誰かそういう絶妙な方いるかなと思って、そういやずっと DM だわって。でメロンちゃんは普通に交換してない。割と合ってるけど番組とかで。しかもね、原さん実はね昨日交換したんですよ。うわ、だから超タイムリーだなと思って。わ、これいい出題だったな。絶妙。この中で私が連絡先を知っている方はどなたでしょう？じゃん。でっかちゃんさん、やついさん、たまちゃんさん、玉袋すじ太郎さん。ヤクカ君から見てどうですか？
でっかちゃんさんはでかみちゃんに改名した時に反応してくださって、はい、イベント一緒にやらせてもらったじゃないですか。そうです、名前がほぼ同じになったのでイベントさせていただいて、でそうそう、まさにその時にあの交換しました。仲良くなろうって言って、でやついさんは、はい、まあ、それこそやついフェスを、そうです、もう毎年呼んでいただいて、でデカミ祭りっていう私のフェスもやついフェスと同じスタッフでやらせてもらってるんで、まあ、結構実は相談事とかあると連絡してます。そうですよね、うん、で、まあ、たまちゃんさんは、はい、最初に一緒になったのは改名の1年前の、改名してない時の、そうですよね、名前どうしよう会議で初めてお会いして、吉田豪さんが連絡先交換しとけばって言ってくれて交換しました。え私このクイズうまいかもしんない。正直、はい、誰も知らなそう。あー、でも距離感的には同じぐらいいますよね、まあ、みんな先輩だし、はい、浜袋さんから、はい、まあ何かあったら連絡してよ、なんか連絡先教えてっていう、うんうん、お話はなんか意外とありそうだなって思うけど、ゴー、うんうん、さんが連絡先交換しておけばみたいなのはちょっと嘘かな。いやいやいや、意外と人と人つなぐの好きですよ、吉田ゴーって。いやいや、でもなんか勝手に勝手にやってみたいな、 あとは勝手にやってスタイルだったりするから、ね、はいはいはい、で、やついさんに関しては、はい、僕は連絡先知らないと思う。あ、なんでですか、あんなに会ってるのに。やついフェスの時、やついさんってすっごい忙しいじゃないですか。めっちゃ忙しそうにね、バタバタですよ。連絡先を交換するタイミングって、うん、やついフェスの間はない気がするんですよ。なるほどね。でもこれ実はあの初音さんと最初に交換して、はい、あの奥さんの、はい、で、あのやついの連絡先知らないんだみたいな、意外って言われて教えてもらいました。うわー、お伝えくださいっていう連絡をしてありがとうございますみたいな、でなんか、あ、知らないんだね、じゃあ教えとくわって言ってもらって、でそっからまあそういうねフェスの話とかしてます。え、これ話持ってる気がするな。え、本当ですか。はい、私結構ちゃんとしてますよ。いや、やついさんの連絡先知らないと思うな。なんでめっちゃ疑われてる。まあ、それこそやついさんがデカミ祭りに出て、うん、もらいましたけど、はい、ハンバーグ師匠がその出るときは、うん、はい、まあ、じゃあ師匠に私からなんかちょっと連絡しておきますねみたいな流れあるじゃないですか、はいはいはい、やついさんになんか私から連絡しておきますねの流れなかった気がするんですよね、うん、あ、僕やついさんのマネージャーに直に連絡しました、はい、なるほど。それはあの逆に私とハンバーグ師匠が仲良すぎるっていうだけ説もありますよ。あ、まあ、その説ありますよね、うん、私が井戸田さんのことを舐めすぎっていう、舐めてないんですけど、はい、あの非常にフランクな方なので、まあまあそうですね、はい、YouTube の撮影も、ね、そうそうそう、勝手にそうそう勝手に言ってるから。でっかちゃんさんも活動してるフィールドがあのお互い近いところにいるけど、うん、イベントとか何かあったらまたお願いしますの、うんうん、なんか連絡先交換を、うん、そのなんか向こうからフランクにしてくるタイプなイメージがあります。そうです、しかもフリーになったしね、そう数年前に。だからなんか余計、うん、そのあれなんかよかったら連絡してもらってもいいですかっていうやり取りしてそうだなっていう、うん、いや、これは僕、お、決まりました。じゃあ答えお願いします。連絡先を知ってるのはでっかちゃんさん。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーで、じゃあ正解に線を引きたいと。正解はでっかちゃんさんです。おめでとう。やったー、理解者理解者。もうもうもうほんとその通り、やついさんは忙しすぎて連絡先聞けてない。はい、で田袋さんはあのシンプルに普通に先輩すぎて聞きたいなって思ったけど、あの時に聞けなかったです。はいはいはい。で郷さんは確かに言わないわ、そういうこと。そうです、やべえと思った。確かに郷さんはそういうこと言わねえっていうね、ボロが出ましたね。ボロが出ちゃった、はい。わあ、でも理解者嬉しい、はい、理解してます。アイドル編とかでもやりたいな。難しい。アイドル難しい。ね、
まあ、今回ちょっとでもこのクイズ自分の思ってる以上に得意だったし楽しかったんで、はい、このクイズのためにいろんなね芸能人の方と仲良くなるの結構苦手なんですけど、はい、おじけづいちゃうんですけど、はい、どんどん仲良くなってバンバン LINE 聞いていこうと思いますので、はい、大御所芸能人の皆さん拒否しないでいただけたらと思います。さんまさん待っててね。